大丈夫だよ。さあ今日も今日は10月1日、10月だよ。大丈夫でしょもう10月だもん、大丈夫でしょ。ねえ、今日あれでしょ、満月、明日か。そうか。でもちょっと月見たいよね。月見てますか。見てないなら見た方がいいよね、まあ、こうなんか空を見上げるっていうかね、そういう時間、お金もかからないし、うん、大丈夫。大丈夫だよ。今日ね、僕がこの住んでるこの町は晴れてるんです。大丈夫、大丈夫。だからちょっとね、月でも見に行こうかな。大丈夫でしょう。天気いいし、明日、満月は明日だけど、明日はね曇りの可能性があるんだよね。だったらもう満月じゃなくても今日見に行った方がいいかなと思ってね、うん、まあね、今日月見れない人もいるかもしれないしね、まあ、そもそも携帯で撮ってるんでね、この動画はね大して綺麗に撮れないけど、ちょっと行ってこようかな。月見に行っちゃおうか。大丈夫でしょ。大丈夫、安心して。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし、じゃあちょっと月行くか。見たいちょっと今からちょっと月見に行くわ。うん、ちょっとこうバッと画面切り替わったらもう車の中の映像になってると思うけど、よし、月見に行こう。うん、よし、ちょっと待って、切るわ。じゃあ行くよ。見に行きますよ。今は見えないけど、あったね、月、あった、月出てる。ほぼ満月だったよ、ほぼ満月。まあ、ちょっとどこ向かってるとか何も決まってないけど、見やすそうな場所を行くんで、そこで大丈夫って言いたいな。そこで大丈夫って言うよ、本当に。大丈夫だからね、大丈夫だから。あ、見えた見えた。いやでもちょっと今無理、ちょっとまた後で。雲一つないな。どうですか、満月。まあちょっとこれが限界ですけどね、ちょっとズームにしてもね、こんな感じで。すいません、一番ね引いた状態でちょっとしばらくね月見しましょう。お月見を。
大丈夫大丈夫。大丈夫ですよ。月見ると余計にね、大丈夫だなって思うよね。うん、絶対大丈夫。本当に。大丈夫。晴れてよかったな。もうちょっとしたらね、いいカメラで撮れると思うんですけど、いや本当大丈夫だから。ちょっとこんな画面じゃあれか、お月見とは言えないか。まあでもね、多少でも途中横切るのはあの人ですよ。人とか犬とか公園ですね、都内某所のね。あんま喋んない方がいいのかな、月見せろってね。いやでも言わせて、大丈夫大丈夫だから、今日はね月が綺麗だしっていうことで、ちょっとお月見バージョンですけど、またねちょっといろいろお出かけしながらの大丈夫でしょうってやつはね、やっていけたらいいなと思います。いや本当に綺麗な月です。まだね上がり始めたばっかりっていうところもありますけど、これからもっと綺麗になるかもしれないんで、もしね今日まだ時間はあるし見れるって人は見てもいいのかもしれない。いや見た方がいいと思う。10秒でもいいから。やっぱ都内っていうこともあってね、月以外の星はあんまりちょっと見ることはできないけど、本当に大丈夫だからね。大丈夫だ、絶対大丈夫。大丈夫ですよ、あなたは大丈夫だからね。大丈夫。大丈夫だよ。今日も見たい夢をイメージしながら眠りについてください。こんな夢が見たい、あんな夢が見たい、ね、いろんな夢を想像して寝てみる夢。いい夢見てください。大
大丈夫だから大丈夫、絶対あなたは大丈夫、本当に本当に本当に大丈夫。さあ今日はこのまま終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝。最後に大丈夫だよ、ね、大丈夫だから、絶対大丈夫、絶対大丈夫、全然問題ない、本当に大丈夫。それじゃあおやすみなさい。